どうも、あいちです。今回はですね、イベントの告知をさせていただきます。で、3月はですね、実はメインのイベントが2つありまして、で、前ちょろっと話した YouTube スペースで行う3月30日にやるイベントは今 Google さんと話を詰めているので、告知動画少々お待ちください。で、今回は何の動画かっていうと、3月の25、26に行うですね、これは Google さん関係ないです。自分が完全に個人でやるイベントなんですけど、数年ぶりに、みんなのとこに会いに行きます企画をやろうと思います。何かっていうとですね、もう単純にみんなのとこに自分配置が会いに行きますよっていう。で、今回実は自分だけじゃなくて、自分ともう一人の2人で会いに行きます。まあ詳細は後々話します。で、早速ですね、まあ応募方法とか詳細なんかを話していきます。で、応募方法はメールです。こちらのアドレスの方にタイトル、イベントというタイトルで送ってください。ちょっとイベントって書いてくれてないとメール拾い損ねる可能性があるので、タイトルよろしくお願いします。で、本文に書いてほしい内容が、まず名前です。これは本名で書いてください。名前、あとは学年です。学年と、あとはその参加する人数、これできればなんですけど、例えば自分とあのことを知ってる共通の友達とか一緒に、あとはまあ家族とか保護者さんとかでもいいんですけど、複数人で参加していただける方が個人的にはありがたいです。まあこれは一人じゃダメってわけではないので、できればっていう話になるんですが、まあ人数ですね、人数と、あとはだいたい会いに行って1時間ぐらい時間を確保しますので、何をしたいかっていう、ただ単に駅前で話したいとかでもいいですし、まあ今まであったケースだと、どっかにマックに食べ行きたいとか、プリクラ取り行きたいとか、大阪だったらたこ焼き食べに行ったりとか、あとはちょっとこれレアケースなんですけど、ご家族で会いに来てくださった方がいらっしゃって、もお父さんとお母さんと兄弟2人で会いに来てくださって、一緒にご飯食べ、ご飯ね連れてていただいてとか、そういうケースもあったので、まあこういうことがしたいっていうのをまあざっくばらんに書いていただけたらと思います。で、大事なのが駅です。駅で実際にまあ電車、まあ、新幹線使って、ね、新幹線電車で行くんですけど、この駅まで来てほしいっていうのを書いてください。で、これは個人的なお願いなんですが、もし皆さんが区でない範囲に新幹線が止まる駅があるんであれば、もしくは新幹線まあ乗り換えてアクセスがいい駅まで来れるという話であれば、そこの駅名も書いていただけると、まあ、会いに行きやすくはなるかなと思います。ただ例えば四国とか、あの新幹線が通ってない地域もありますので、その時にわざわざね、その四国から上まで来るとか、そこまでしなくていいです。その無理のない範囲で構わないので、ここの駅とか駅名を必ず書いてください。で、あと一個お願いが、ツイッターをもしされている方はツイッターの ID も書いてください。これはお願いします。で、実際誰がね一緒に行くのかっていう話なんですけど、これはですね、うち今子供が2人いるんですけど、2歳と5歳の息子がいて、で、これは5歳の息子、お兄ちゃんの方ですね、と一緒に、行くことになると思います。これ本決定ではないんで、まあ、ほぼほぼ決定なんですけど、おそらく自分と5歳の息子を一緒に連れてる形になりますので、まあ子供が来るなら会いたくないっていう方であれば、もちろんちょっと今回はねご遠慮いただけたらと思うんですけど、まあそうでないんであれば、そこは先にねご了承いただいて、息子も来るんだと思って応募してください。で、まあこれはですね、まあうちの我が家的なスケジュールの問題とかといろいろあってですね、まあ子供を連れていくことになるんですけど、あとはまあ息子、お兄ちゃんはね、電車が、新幹線がすごい好きなので、まあいろんなところに連れてってあげて、まあ電車見せたりとか新幹線見せたりとか、あとは日本のいろんなところを見せてあげるいいきっかけにはなるかなと思ってですね、ちょっと親心なんですけど、一緒に連れていきます。で、それにあたってなんですけど、今まで会いに行く企画は、すごい分刻みのスケジュールにして、一日もう結構な人数を日本全国飛び回って回ってたんですが、で、今回は2日間でおそらく3組のみの会いに行く形になります。まあ、応募がね、実際どれくらい来るかはちょっと読めないんでわからないんですけど、まあ、3組だけになりますので、もしかしたら、倍率が多少ね、高くなってしまうかもしれないんですが、そこはあらかじめご了承ください。で、最後にですね、おそらく、学生ですね、まあ、中高生の応募が一番多くなるかなとは思います。あ、今回これ学生限定ではないので、社会人の方でももちろんね、応募いただけたらと思うんですけど、学生の方が応募する際は、必ず保護者の方に一回話を通して応募してください。あのネット、まあ、こういうねご時世なので、ネットの人間と会うっていうのにやっぱり不安がられる方は多いと思います。なので、まあもちろんね、保護者の方がちょっとついてきてくださったりとか、近くでね待っててくださったりすれば、まあいいかなとは思うんですけど、そこでまあご理解いただけなくて、ダメよそんなのってなった時に、変ってまだな、なんだろう、言い返したりはしないでください。あのそういう思う気持ちも非常にわかりますので、ちゃんとね、なんか場所を借りて
なんかイベントみたいな感じで、まあみんなが来るから安心で参加できるみたいなのができればいいんですけど、まだね、そこまで人を集められる、ね、知名度もないので、いつかね、そういうのができたら、またその機会があればね、必ず作っていけるようにしますので、今回はもしそういう風に反対された時は、ちゃんとすぐに引いてですね、諦めていただけたらと思います。では、いろいろね、話してきましたけども、締め切りは3月11日です。まあ、自分の誕生日分かりやすいんでね、3月11日を締め切りとさせていただきます。で、その後に、いろいろこう、スケジュールと場所とをこう組み合わせて、当選者の方決めて、急いで、できる限り早めに、連絡をさせていただきますので、そちらを、まあ、連絡来た方が当選という形でご理解いただければと思います。では、メールの方とか、ご応募の方、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。